ゆみちゃん FF ハマってるようなの。うーん、まあ海原さんが FF ハマる分にはいいんじゃない。もうこれなんかあんまないんだよな。どっちかっつったらやっぱあれじゃない、そのブルを勝たせることによってちょっと梅原さんにこう余裕を与えるっていうのは良くないかもしれない。ちゃんとなげがなんで遅いの。そうなのよ、そうなの。昨日梅原さんやってたでしょ。むしろ俺はそっちを文句言いたいわ。梅さん SFL やりましょうってやめましょうよ。あんまいいこと起きて、あー絶対死へ、100死です。梅原さんの MMO 好みかどうか問題、俺もね、そんなにだと思うよ、正直。言うてもなんか、決め事が多すぎる。MMO。自由度がね、まあ、高いんだけど、これやってくださいが、多分想像より多分多いからね。やる！うまっ！うまっ！運がいい。マジかー。かなりうまい。サードっぽい。確かに。えらいね。これやっぱナリ君出せるところが増えた。これ相当いけるな。これあ、やべ、足りないじゃない他のキャラと…よっし、いやぁ、マジか、間違えた、他のキャラと同じになってしまった。梅ちゃんはアキラもっと伸ばせるよって言ってたって。頑張ります。伸ばせや言ってんじゃねえよおかしいでしょ、言ってるよって。あとは頼んだみたいな。うん、俺言ったから。移してくれよ、行動に。忘れてない。いや、梅原さんのお告げ、絶対序盤に聞いたと思うから、うちら。あ、松さん、ありがとうございます。おひでり。確かに、5G が終わってからっぽいな。俺と梅原さん、やっぱ今、敵だからさ。ちょっと会話できねえんだわな。確かにそうっすね。 5G 終わってから皆さんも合流して。フードさん、約束時間になっても来ない場合は僕はイライラしてますけど、普段どう思うの。まあ、イライラするのはもうしょうがないよね。まあまあ実際舐められてるっていうのもあるだろうしね。まあけど、その遅刻するってさ、その少なくともそいつにイライラするじゃん。でそれってさ、そのまあ、のりきさんだけじゃないじゃん。まあその他にもいるんだったらイライラするでしょ。だからその評価下げてるからさ、まあ、評価下がってるからいいかなって俺思っちゃうね。そのあれがやばいんだよね。その悪いことしてんのに評価上がってるやつとかいると、俺こいつちょっと納得できないなって思うんだけど、まあ普通に評価下がってるからいいかなって思っちゃう。なんかわざわざなんかイラつかなくてもちゃんと、まあ何かあった時に信用されなかったりとかさ、あるでしょ。うん、みんなもそうやって評価するでしょ、遅刻する やつに対して。まあ、するなっていう方が無理なんだけどね。
外交し下げてるから世界かけたせんくん、なんかそうっすよ。ババーンっつってさ、なんか遅刻し、なんかマイナス2みたいな、そっか。そうだね。そう、時間通り来てるってことは評価が上がるから、まあ、結果的に何かあった時にね、信用されやすかったりするよね。で、そこだけのイラついてると、あの評価下がるかもしんないよね。あ、この人イラつく人なのか、みたいな。まあ、注意してあげるとむしろいいのかもしんないけどね。あ、注意できる人なのか、とかね。6時間ぐらいで埋まったことあるしな。もうそんなの、梅原さんとかもっとやばかったぜ、マジで。俺、その、朝、10時ぐらいにレッドブル行ったら、当時、空いてなくて、空いてないのよ、朝ね。空いてないなぁ、と思って、梅原さんに電話したら、ごめん、今日休み、みたいな。連絡してなかったわ、みたいな。遅刻よりきつかったからね。なんて言うんだろうね、あれね。あ、妹さん、おはようっす。だから寝もりしか言わなかったわ、すまんみたいな言われて。あ、了解ですっつって。そんなにイラつきもしなかったね、なんか。そんなにイラつきもしなかった、正直。まあ、あるよな。シュートの件もある関与です。シュートの件ってなんだ？俺なんかあるよ、シュートに。朝ラーメン行けるね。めっちゃ眠い目こすって渋谷まで行って、空いてなくて、あれこれどうすんだろうと思ったから、ね。確かにね。でん。いかがに、いや、いかがに、あれ、梅原さんが悪い説あるっていう、あの、説も聞いたんだけど、あれ。あれ、でも別になんか、あれ、シュートが一方的に悪いじゃないという。いかがそう、なんか梅原さん側がなんかそう伝達のなんかその伝達のミスかなんかが起きてたでしょ、あれ。